遊べるお菓子動画。今日もやってきました、遊べるお菓子動画。そして今回やっていくのはこちらです。恐怖の心霊写真ガム。あなたは恐怖の目撃者となる心霊写真1枚入りと、いうことで、昔このトップ製菓の、超怖い話ガムっていうものを、遊べるお菓子動画でもやって、まあ、シリーズでもやったと思うんですけど、まあ、それのなんて言うんだろう、姉妹作品的な、姉妹お菓子的なものが、出ているらしいです。それが恐怖の心霊写真ガムです。近所の駄菓子屋で買ってきました。写真の入手先は一切お教えできません。完全にフォトショップを使って自社で作っている、そんな予感がすごいします。あ、ほら、この女の子もいたもんね、超怖い話ガムにも。それでは早速開けてみましょう。いや、でもなんだろう、お話と違って心霊写真だから見つけれるかな。心霊写真、心霊写真ってなんかここに顔は写ってるってなるけどさ、意外に見つけられなかったりするからね。これどこが心霊写真なんだみたいな、お分かりいただけるだろうかみたいな感じになるじゃないですか。あ、ということでこの目線がすげえ面白いな。お分かりいただけるだろうか。会社の飲み会の帰り、若い者同士、会社の飲み会、会社終わりに飲みに出かけ、誘われなかった上司の御礼がここにめっちゃなんかさこういうのってさ、絶対こうなんていうの、前撮った写真とかのその光というか、その残像みたいなのがここら辺に残っちゃうみたいなことなんですよね。あ、でもなんかヘルシーで美味しそうなもの食ってるね。これコーラかな。あ、待って、それだけじゃないよ、これ上司の手が写ってるもん。これ、この手の色だけおかしいよね。あ、待って、ここにも写ってる、いるはずのない手が、瓶が写ってるというかこれさ、コーラというかさ、飲んでるものまで増えてんじゃんこれどんだけ出たがりの例なんだよ。あ、めっちゃ書いてある。乾杯。気の合う仲間同士で開かれた食事会、今から盛り上がろうかという状況で、招かざる客が一緒にいるようだ。この後開始早々にこの食事会が解散となったのは今でもない。あ、ここにもか。え、ここも、わ、ほんとだ、手が出てる。で、いすぎだろこれ。あ、ほんとだ、幽霊いすぎだろこれ。普通さ、ここにいるだけでさ、もういいのにさ、めちゃめちゃおるやん。ということで、恐怖の心霊写真ガム、いかがだったでしょうか。まさにこの心霊写真が出ましたね。で、もちろんこれは心霊写真ガムなので、ガムも食ってお別れしましょう。完全にこれはトップ製菓の人がフォトショップで作った間違いないね。うまっ。レトルトさーん、みんなレトルトを助けるためにそこのボタンを押してチャンネル登録してくれー。動画の更新もすぐにわかってレトルトも大助かりだー。スマホの方は登録ボタンを押すか、説明文のチャンネル登録よろしくどうぞの右からどうぞー。それでは別の動画でお会いしましょう。